武田五郎10月24日から2020年2月12日は、日本の陸軍軍人、航空自衛官、軍事評論家。最終階級は、陸軍では、陸軍隊員、航空自衛隊では、統合幕僚会議議長たる空将。第14代航空幕僚長、第12代統合幕僚会議議長。福岡県出身。福岡県立中学を2年で中退し、 広島陸軍幼年学校、陸軍丘士官学校を経て、陸軍航空士官学校を卒業し、操縦の道に進んだ喫水のパイロットである。軽爆撃機の操縦過程終了後、飛行第90戦隊に配属され、1942年9月から作戦に参加。99式装計爆撃機に登場し、中国戦線に従軍した。太平洋戦争後期には、 飛行文化を、軽爆から戦闘に転化し、戦闘機操縦者として、飛行第244戦隊に配属された。第244戦隊では3式戦闘機、飛炎、5式戦闘機に登場し、首都防空の任務に就いた。空襲の都度出撃し、B-29 を一機撃墜している。ある時は、夜間戦闘中に被弾し、松戸飛行場に不時期した際、 変欲は穴だらけで、これでよく無事に生還できたものだと同僚に言われたという。船体は各地を転戦し、終戦まで本土防空戦に従事した。最終的に第244船体では、第2飛行隊長を務めている。陸軍隊員で終戦を迎えたが、戦後は公職追放となり、職を求め各地を転々とし、故郷の福岡に帰ってからは、 平和大球場で売店を経営しパンや菓子を売っていたこともあった。同期生から警察予備隊の受験を進められ、飛行機に乗れそうだと1951年12月、警察予備隊に入隊。保安隊では操縦過程の第1期生、保安隊時代には L-16 を朝日川に空輸した。戦後、北海道の空を日の丸のついた、 飛行機で初めて飛んだことが自慢だという。その後、航空自衛隊発足により転換。ジェット機操縦過程を経て、戦闘機操縦過程入港のため、米国へ留学し、帰国後は第一航空団で、教官や第一飛行隊長を務めた。その後は、第六航空団司令、南西航空混成団司令等の要職を歴任し、1976年9月6日に、 発生したベレンコ注意亡命事件の際は、北部航空方面隊司令官として対応した。航空総体司令官を経て1978年3月、第14代航空幕僚長に就任。さらに、翌1979年8月には、第12代統合幕僚会議議長に就任した。東幕議長在任中の1981年、雑誌記事に、 徴兵制を意見とする政府統一見解及び防衛費、GNP 費1%枠の2点にことを唱え、選手防衛政策を批判したとされる記事が掲載された。これに対し社会党は衆議院に予算委員会において、武田の懲戒免職を要求、同委員会は紛糾した。大村常時防衛庁長,長官が武田を開国処分とし、これを受けて責任を取る形で、 同年2月16日付で退官。民間では軍事評論家となる。保守系日刊史、世界日報のコラム、ビューポイントの常連機構者の一人である。ありがとうございます。